はい、本年度、杉並区委員会では万博相撲を掲げにして、区長選の公開討論会でしたり、あとは経済地区室として今回、DX を推進をする事業というものを、杉並区委員会としては展開をさせていただきました。はい、今回は、DX というなかなかちょっととっつきにくい話題だったのかなという思いがあったんですけれども、そんな中でも杉並区内の企業への、一助というふうなものにつながればという気持ちで今回行わせていただきました。どうぞ、もしあればお聞かせください。はい、実はですね、講師にこの度、酒造 の, あの会社の朝日酒造株式会社会長の桜井様をお呼びをしたんですけれども、実はその会長の桜井様の連絡方法というものがなくてですね、どうしたものかと思った時にホームページのお客様問い合わせフォームから、長文だいたい20とか30行くらいのメールを送らせていただいたんですけれども、今回そのメールの内容を見て非常に感銘を受けたので、今回参加をしますというふうにその講師から言っていただいたことが一番エピソードとして思い出深いかなというふうに思ってます。この辺の今後の展開があれば教えていただきたいです。はい、今回おそらくなんですけれども、この杉並区委員会の事業としては初めて、共催という形を行わせていただきました。その中でですね、今年度は、法人会様でしたり、あとは東証様という、いろいろな、団体の方と共催を行うことができましたので、このつながりというものを生かして、本事業に限らず今後も協力関係でしたり、連携をしながら区の活性化というものに努めていければなというふうに思っております。感じられた、そういった報告場面があれば教えてください。はい、そうですね、実は今年度の、地区推進事業に関しては、今年度もともと企画をしていた推進事業と別のものというふうになりまして、完全に新規で今年度新しく企画を立ち上げたものになります。そのため実行委員長としては実は僕が行わせていただいたんですけれども、今回それをやる中で、JC とプライベートのですね、ちょっと比率をちょっと考えてみたんですけれども、 JC を考える率っていうものが、今まで JC8 割プライベート2割くらいだったんですけども、それが 9.5 割から対 0.5 くらいの、ほぼほぼこの JC を考える時間になりまして、そういうふうな日常を過ごさせていただいたので、その着眼点といいますか、物事を考える姿勢っていうものが少し成長できたのではないかなというふうに思ってます。さて、の方々、何か一言あればお願いします。はい、今年度事業を行わせていただくにあたって私が非常に思った部分が一つあります。それがですね、一人一人の力は弱くても集団で何かを成し遂げようとする思いがあれば大きなものを動かせるというふうな部分です。引き続きですね、我々の団体だけではこの区だったり社会だったり、市民というものを変えられないかなというふうに思いますので、その一人でも多くの方々に続きご協力をいただいて、より多くのものを動かせるように、これからもぜひよろしくお願いいたします。明るい豊かな社会の実現を目指して JCI 東京。